はい、皆さんこんにちは。コーヒー侍です。今日のテーマはこれだ。こちらですね、フープコーヒーブリュワーということで、端的に言うとものすごく簡単にねコーヒードリップができるよといったね、そういった、器具になります。ペーパーもこちらのね丸型ろ紙ですねを使う入れ方になるんですよね。今までもそのコーヒーをもう手軽に簡単に入れるっていう器具が結構いろいろ出てたんですけども、これはねまた新しい入れ方で入れる感じなんですよね。すごくね面白いです。ということでね、今日はこちらでもう簡単に美味しいコーヒードリップを入れてみたいと思います。コーヒー侍チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。まずこちらねパッケージですね、こんな感じで入っております。すごい可愛いねパッケージになってます。これがねフープの本体になってますね。これ外側こんな感じで穴開いてるんですけどね。でこれをネジになっていて取り外しが可能ということです。でこの穴の部分にですね、この丸型ろ紙を装着して粉を入れてこう抽出する感じなんですけども、コーヒーっていろいろものすごく凝るっていうこともできますし、一方でねこういった簡単に気軽に入れる道具というのもね結構ねたくさんあるんですよ。コーヒー道具ってそれぞれのねコーヒーの楽しみ方だと思うんですよね。ではね早速やっていきたいと思うんですけど、はい、この丸型ろ紙というやつですね、まあ、エアロプレス用のあのペーパーでも OK です。でこちらにこのペーパーを、はい、こんな感じで置きます。でこれを、はい、こうやって装着すると要はこういう感じになるんですね。裏を見るとこんな感じです。これで、はい、ペーパーを通すという感じですね。まあ、基本的なレシピもものすごく簡単で、まあ、コーヒーを、まあ、お好みのものを 15g で、この周りにね、注ぐお湯ですね、は 250ml。もうそれだけなのでね、特に難しいことはありません。で、今回はとりあえずそのレシピ通りのね、要領でやっていきたいと思います。で、一つだけね、何回か試した感じ、250ml 注いで、もう落ちきるまで待ってくださいっていうふうに書いてるんですけども、意外と落ちるのが遅いんですよね。まあ、じっくりこう、お湯が入る感じだったので、今回はあえて、落とし切りではなくて少し多めのお湯を入れて途中で上げるといったね、そんな方式でやりたいと思います。ではやっていきましょう。このドリッパー一等式と言いまして、この周りにお湯を入れるだけなんですね。まあ、どういうふうにお湯の流れがねこう行くのかっていうのをちょっとリンスがてらコーヒーなしでお湯を注いでみます。こんな感じですね。じわーっと周り、穴からじわじわとお湯が染み出しているような感じ、見えますでしょうか。こう湿らしていくっていう感じなんですかね、の入れ方になってます。すっきりめのコーヒーが入る、手軽に入れられるといった感じになるかと思います。この時点でだいたい2分30秒ぐらい経ったんですけど、このねお湯が周りからこう少なくなってくると、こう中にこうお湯が染み出るスピードが極端に落ちてくる感じがするんですよね。でこのままずっと待ってもいいんですけど、まあそこまでちょっと待てないようですとか、ちょっと雑味をあんまり入れたくないというか場合は、ちょっとここからはオリジナルでいきます。もうあえてここもっとお湯注いじゃいます。
この時点でもう上げてしまいます。はい、皆さんお疲れ様でございました。早速ね入りましたのでいただきます。一応ねこのビーカーの方で 200ml っていうのをねちゃんと測れるので、そちらの 200ml でもうポンと上げてしまいました。いただきます。あー、おいしい。ものすごくねすっきりとして甘みも出ていてね、おいしく入っています。でドリップももうがっちりねこうレシピを決めてドリップするトーカー式っていうのもねいいんですけども、まあとにかくもう手軽に簡単に入れたいという時はこういったね優れた道具ですねがあると本当ね便利ですよね。で出ているねコーヒーもね雑味がもうあまりなくて本当すっきり美味しいコーヒーがね出てますので、朝のね忙しい時間とかちょっとコーヒー入れたいなっていう時なんかはすごくねこれいいと思います。今までにねあんまりなかった道具だなというふうなねそんな印象を受けます。まあね、今回ね私も、このコーヒーのねメーカーが勧めている基本レシピから少しねこう変えて抽出をしましたけども、コーヒーというのはねもう基本本当自由だと思いますので、自分に合ったやり方にねどんどんカスタマイズしていけばいいと思うんですよね。はい、本日もご視聴ありがとうございました。で本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒーサムライ各種 SNS やっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。